ちょっとね、今からね、奥様の誕生日パーティーで、結構サンフランシスコのビジネス界にできた、結構ね、いい感じの寿司屋に行こうかなとか思ってるんですけど、行ってて。さて、ビルの中入ってたけど、すごい洒落てる。あそこが翔太ね。で、ブルーボトルがあったりとかさ。で、こっち側になんか洒落たバーがあって。この天井もすごいね。なんか、めっちゃゴージャス。We have a reservation at 5:30. Kinto? Yeah. Okay, thank you. あ、すごいモダンな感じ。こう、すだれがあったりとかさ。おー、洒落てますね。このモダンのデザインはなんかちょっと日本風じゃないかもしれないね。もしかしたらチャイニーズ系の資本が入った、結構アメリカではね、サンフランシスコでは特にこうお任せ系のお寿司って結構アップスケールの、なんか高めのお寿司が入ってて、なんかチャイニーズ系の資本がなんか投入されてこういう店できたんちゃうかなとか思うんですけど、こんな感じのフィックスメニューって、いやー楽しみやね。なんかぶつ取りはね、iPhone がいいっていうことを発見したから、こっからね、iPhone。で、このね、翔太さん、このうちやって。で、韓国系の方らしい、どうやら。でも、美味しそう、なかなか。なんか、お箸を選べるらしい。すごいね。じゃあ、僕は、I'll go with black. Black one? Mm-hmm. Red one. 大人の黒。Like early summer season. So, for example, here's a hasogodai. It's a springtime baby seedling.From me as a fan. So it was. Wow, すごい。全部日本から来てるんですね。ここはね、僕今奥さんと話したんですけど、プレゼンテーションがいいですね。だから女子向けですね。この店の雰囲気とかさ、物の出し方とか、それも女子会とかにいいかもしれない。なんかピタさんが結構ね、若めの男の子ばかりなんですけど、それもなんかポイントなんですか、いつのかなと思いました。ここはね、なんかやっぱ女子受けもそうだけど、外人受けするように作られてるような気がするね。なんか斬新。日本人じゃあんまり考えつかないような発想。このお皿とか日本じゃないねんけどね、こっち。韓国風のお皿やねんけど、そういうのもあんまり色合いが外国人こういうの好きなのかもしれないね、もしかしたら。うわ、何かすごいのが来た。なんか開けてくれてある。翔太さんがじきじき。いや、プレス、テイケットフォーミー。Thank you。わぁ、すごい、なんかすごいの出てきたよ。金の玉が。何が入ってるんですか。わぁ、すげー。なんか、モナコのお作り。キャビアとか、なんか、チャイブブロッサムとか言ってな。ウニが乗ってて。あとはこれなんやろうね。すげー。どう食べて。どうやって食べるの。なんか、ぐさっと。そうか、サンドイッチにするのか。モナカ状にして食べるのかな。でももったいないような気がするね。別々に食べたい気がする。なんか甘い。何味。柚子の甘い。柚子味。うん、すごいね。なんだろうね。なんかよくわかんない。なんか美味しそう。美味しい。すごい、やっぱ iPhone 綺麗に撮れるね、こうやって見たら。ここはちょっとモナカに食べようかな。あ、なんかもったいない。もったいない気がする。なんか美味しい。でもなんかわからない。もったいない。もったいない。お、切ってくれてある。なんかね、奥さんと話したけどね、なんかワクワクするね、なんか。普通の日本食と違うから、次何が出てくるんやろみたいな感じで、ちょっとね、ワクワク感が、なんか楽しく思えていった。わ、またなんか出てきた。ワンモノ。あ、ズワイガニの茶碗蒸しあって、なんかすごいね、あんまりないよね。なんか上に乗ってくれみたい。何やろこれ。いやーすごいね。茶碗蒸しの中に梅干しが入ってる。上にね、マイヤーレモンとかかけてあるらしいよ。すごいね、変わり種よね。アイデアがさ、日本人には絶対できないよね。日本人じゃ作れない料理だね。なんか面白いね。うん、ちょっと食べてよ。感想を奥様に聞いてみようか。
なんか普通の茶碗蒸しと違う。ちょっと違う。何が違うの？もっとなんかあっさりって感じ。あっさり系茶碗蒸し。だしは？だし？うん。あんまりないかな。あんまり聞いてない。あのね、茶碗蒸しにね、うん、梅干しが入ってて美味しい。あ、本当だ。梅干しのなんかくずみたいなのが入ってる、うん。合うよ、梅干しと茶碗蒸し。これはマサゴ？うん、なんかの卵。カニの卵。なんかどうやら握りが出てくるらしいけど、これすごいね、ライムストーンよね。なんかね、ここのこだわりがあるらしくて、これが新生姜って。で、これが、うん、なんかこだわりだったよ、これが。おー、おいしそう。ハスホダイやって。ホタテやって。iPhone めっちゃよく撮れるね。ぶっ飛びの iPhone よね。うん。ちなみに GoPro で撮ったらこんな感じ。GoPro はぶっ飛び向いてないね。金目鯛が来た。で、英語でね、ゴールデンビッグアイスナッパーって言うのやって。知らなかった。確かにビッグアイだね。いや、美味しそうやな。なんか来た。これ見て。うわーすげー、これすごくない？うわービューティー&ビーストみたいな。すごいね。これ中何が入ってるんですか？なんか魚の作りみたいな。カンパチはちょっとイブした感じなの。梅ごとが上に乗ってて、柚子胡椒を乗っけてくれてる。光がいまいちやこんな感じ。あれ、なんか出てきた。マグロのミニチュアが。これも何をしてくれるんやろ。なんかね、お隣に座ってるシシリアさんが、彼女ね、99歳なんですって。今年100歳で、すごい有名な方で、セシリア・チャンさんっていう人で、なんかあのレストランビジネスのなんかすごく有名な方らしい、アメリカで。そうですか。そうですね。なんか息子さんがアメリカの、有名なあのピーフチャンっていうなんかすごい有名なね、中華料理のチェーン店があるんですけど、息子さんだ。すごいね。They cut up the tail part, so the hundreds of tuna. なんかマグロの説明までしてくれてる。So they take the tail part. すごいね、これエンターテインメントやな。Out of 180 pounds, この持ち、こんな大きいねんな。でもこうやって説明してもらえたら、こういう人にいい感じるよね、なんかね。なかなかプレゼンテーション面白いかもしれない。But also kind of tough. People make a食べる前にこう予告があるっていうのが。というかこのおもちゃ欲しい。すごいねこれ。なんかこそこのなんかこの魚をおろしてるところが。So you see the head? すごいねこれ。So めっちゃ欲しい。職場の机に。Since we get a whole tuna, we get a whole bone.あ、戻った。あ、このおもちゃめっちゃ欲しい。ちょっと探してみよう、この。うん、ガミー。なんかすごいの来たよ。なんか中落ちの手巻きに上にキャビアが乗ってる。なんかすごいの来た。これすごいね、めっちゃゴージャスやんか。ちょっと早速いただきます。やばい。うん。桜松やって。で、これになんか抹茶のソースをかけてくれるらしい。うわー、すげー。すごいね、なんかこれ。美味しそう。ひまわり。見て、このテカリ。うわー、すごいね。芸術的。バフン鬼が来た。北海道。なんか北海道から取れたらしい。すごいね、これ。なんか高値が。確かに美味しそうやね。最後の穴子やって。なんか穴子が最後って珍しくない？なんか。こんなもんなのかな？あっさりしたのが最後。あ、なんか八丁味噌の赤だしやって、なんか入れてくれるみたい。これが山椒？いや、そう、いや、素敵。山椒入れてくれた。あー、美味しそうやね。卵焼きやって、なんかイカスミが入ってるかな。すごいね。で、これが、抹茶アフォカードって書いて。で、なんかいろいろ買ってくれるみたい。あ、抹茶やね、これ。あー、締めのデザート。すごいね。始まった、奥様に。Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! あー、翔太さんね、40歳やって。
若くないなんか。いや、ここよかった。で、このショーツさんにね、ケンティンブログを見たって言ったら、なんかあのサービスしてくれるらしい。ね。すごい美味しかった。超おすすめ。いやー美味しかった、この翔太超おすすめで、隣に座ったね、さっき言ってたあのシチリアさん、なんかあのそれの、一緒に連れてきてた男の人、なんかね有名なロサンゼルス出身のパパラッチなんやって、でパパラッチの中で一番有名な人なんやって、なんかすごくない？それでなんかあのシチリアさんが言うには、なんかマリリン・モンローと、ジョン・F・ケネディのなんかパパラッチ写真を撮って、それを2億円いや2ミリオンダラーで売ったとか言ってすごくない？で最近やったらなんかパリス・ヒルトンのなんかなんか裸の写真を撮ったとか言ってなんかすごいよね、ただものじゃないよねということで今日は以上で、みんなよかったらチャンネル登録お願いします。それではバイバイ。